預言者ムハンマドの死についてお話しします。623年、ムハンマドイブン・アブドゥーラフが、アブー・バクルの娘、アイシャ・ビント・アブー・バクルと再婚します。624年2月、ムハンマドイブン・アブドゥーラフが、イスラム教の礼拝の方向をエルサレム神殿からメッカのカーバ神殿に変更します。624年3月17日、ムハンマドイブン・アブドゥーラフが、 シリアからクライシ族率いるメッカ軍が帰ってくることを聞き、300名を率いバドル、現在のサウジアラビアのマディーナ州に出撃しました。これを受け、メッカ軍保護のため、残るクライシ族600名の重装兵を含む1000名がバドルに出撃し、両軍が激突します。ムハンマド率いる軍が素早く要衝を抑え、勝利します。625年、イスラム教徒に対し、巡礼が義務化されます。 625年3月27日、メッカ軍の指導者アブース・フヤーンが3000名を率いマディーナに進軍し、ムハンマドイブン・アブドゥーラーフがウフド、現在のサウジアラビアのマディーナ州でこれを迎え撃ちました。最初はムハンマド側が利有利でしたが、メッカ軍の騎馬隊の奇襲に遭い、ムハンマド軍は混乱し、ムハンマドも負傷しました。メッカ軍は報復に満足し、引き上げました。 ムハンマドはかなりの犠牲を払いましたがマディーナを守りきりました627年3月2年前の敗戦を教訓にムハンマドイブン・アブドゥーラフは教有であり土木技術者のサルマン・アル・ファーリスに塹壕を掘らせていましたアブンスフヤン率いるメッカ軍はアラビア北西部の遊牧民から有望な騎兵を集め さらに、ムハンマドによって追放されたユダヤ教徒を加えた1万名の軍勢でマディーダに向かって進撃します。しかし、初めて見る塹壕に苦戦し、マディーダ内にいるユダヤ教徒と連携を試み、協定,が結ぶ協定を結びますがえ、ユダヤ教徒がメッカ側に人質を要求したことから話やこじれ、ユダヤ教徒が参戦することはありませんでした。結果、ムハンマド軍が勝利します。 クライ氏族の権威は低下し、遊牧民や小オアシスの住民の中には、同盟相手をクライ氏族からムハ,ンバドにムハンバドに変える勢力が多く現れました。また、スフヤンは指揮権を他のクライ氏族に譲ることとなりました。628年3月、ムハンバドイブン・アブドゥーラーフが神道を連れ、小十連のため、メッカのカーバ神殿に向かいました。 現地で武装したクライス族が待ち伏せしているという報告を受けたアブドゥーラーフはフダイビーヤ、現在のサウジラビアのマッカ州に泊まり交渉に備えました。まずクライス族からムハンマドにマディー内の撤退を求める使者が送られ、メッカに帰還した使者はムハンマドの信徒の忠誠心の高さを報告しました。次にアブドゥーラーフはヒラーシュ・イブン・ウマイヤ・アルフザーイーを派遣しましたが、アルフザーイーがアブドゥーラーフの伝言を伝えると、 クライ族は激怒しアルフ・ザ・イの乗っていたラクダを惨殺アルフ・ザ・イはそのままフダイ・ビーヤへ戻りました次にアブドゥーラフはウマルイブン・ハッターブを使者に選びましたが自身がクライス族と敵対していることを理由に辞退結果ウスマーンイブン・アファーンが使者として派遣されました伝言を聞いたクライス族はカーバ神殿の周囲を回る儀礼であるタワーフを認めましたが アファーンは妥協しなかったため監禁されアブドゥーラフにアファーン殺害の知らせを届けムスリムムたたちは激ししましたムハンマドは彼らにいかなる事態が起きても自身の命令に従うようバイヤ忠誠の誓いを行,行わせました解放されたアファーンが帰還した後クライ氏族からスハイル・イブン・アムルが使者としてフダイ・ビーヤに派遣され協議を経て以下の和訳が成立しました。 110年間の休戦2巡礼団は一旦マディーナに帰還し翌年にムスリム巡礼のために3日間マッカを解放する3保護者の同意なくマディーナに移住したマッカの住民を無条件でマッカに送還する4ムハンマドのもとからマッカのクライシ族のもとに移った人間はそのままマッカに留め置かれる5マッカ周辺の部族個人は自由にムハンマドと同盟を締結できるマッカ側は ムハンマドがアッラーの使徒として和議を結ぶことを認めずアブドゥーラーフの息子ムハンマドとして署名を行わせましたクライス族側に有利な内容でしたがああそれに対しハッターブは不満を示しました一方でアブーバクルはアブドゥーラーフの決定に従いました結局この年はアブドゥーラーフは目的としていた小巡礼を行うことができずマディーダに帰還しますがこれに関し多くのムスリムが困惑しました 628年5月ムハンマドイブンアブドゥーラーフが1000年マディーナから追放したユダヤ教徒系のダディール族の移住先カイバー現在のサウジアラビアのマディーナ州の2つの城塞に征伐のため遠征を行います629年9月10日ムハンマドイブンアブドゥーラーフが財道を司令官とする軍勢がシリアへ派遣しましたが、えー、東ローマ帝国の待ち伏せ交易に遭いムータ現在のヨルダンで戦闘が始まります ザイド率いる軍は東ローマ帝国とガッサン帝朝の前に敗北し、えー、ザイドは戦死してしまいますこの時にハリーハリドイブンアル・ワリードは起点を働かせ改装、えー、するイスラム軍をまとめ上げ無事に撤退させました629年12月ムハンバドイブンアブドゥーラーフが1万名の軍勢でマディーナからメッカへ向けて出撃します この時、ハワ人族とターイフを拠点とするバルタキフ族が送り込んでいたスパイによってこの事実を知り、メッカを包囲している間にアブドゥーラフの軍を攻撃するため、兵の動員を始めます。しかし、アブドゥーラフをハワ人族の野営地に送り込んでいたスパイにより、兵の動員の情報をつかみました。630年1月、ムハンマドイブン・アブドゥーラフがアブ,スアブース・フェアンと接傷し、メッカを無血征服します。また、 川場神殿にあった360体の偶像を破壊しますアブルスフヤーンがイスラム教に改宗します630年1月31日メッカへ出撃したムハンマドイブン・アブドゥーラーフ率いる1万名の軍勢とアブルスフヤーン率いるクライシ族2000名の軍勢がフナイン現在のサウジアラビアのマッカ州に到着します先行してフナインに入っていたマリク・ビン・アウフは 4,000名の部下に対しハワ人族バヌタキフ族、ベドイン族サキイフ族を見つけた際は石を投げつけてから単体で攻撃することを命じ,命じましたムスリムが八重を始めるとハワ人族バヌタキ付属ベドイン族サキイフ族は矢を放ち先制攻撃を行いましたムスリムは混乱し撤退しましたがアリーイブンアビーターリブウサマイブンザイド ファドルイブン・アッバスなど数名が後方で戦いました。また、アブドゥーラフとともにマディーナに移住したムハジルーンである以下の者がアブドゥーラフを擁護しました。1、アブー・バクル。2、ヌワルイブン・ハッターブ。3、ターリブ。アブドゥーラフのいとこ。4、アブドゥーラフイブン・マスード。5、アッバースイブン・アブドゥール・ムタリブ・ムッタリブ。アブドゥーラフの王子です。6、アブドゥーラフの王子です。 アブスフヤンイブンアル・ハリスアブドゥーラフのいとこ7アッバスアブドゥーラフのいとこ8ザイドアブドゥーラフの養子9アイマンイブンウベイドザイドのイボ兄弟そしてウベイドが戦死しアブドゥーラフはさあ人々よ私はアッラーの使徒です私はアブドゥーラフの子ムハンマドですああアッラーあなたの助けを送ってくださいと言いました ムスリムが戦場に戻りアブドゥーラーフは「あなたの顔が恥ずべきことでありますように」と言いながら砂を的に投げつけ混乱させましたサキーだけで約70人が殺害されムスリムは乗馬用のラクダ武器牛を奪い戦いに勝利しました632年2月22日ムハンマドイブ・アブドゥーラーフがメッカの迫害からヤスリブに逃れムハンマドと行動を共にした人であるアンサールのアブドゥーラ ドゥ・ジャーナを呼んで自分が留守の間マディーナを守るように言いつけマディーナや近隣の村々や、えー、ムハンマドの妻を含む1万名がメッカのハッジ大巡礼のため出発しました夕方にマディーナのマディーナ内のモスクのズルフライヤで野営しました632年2月23日朝ムハンマドイブン・アブドゥール・アーフはイフラームと呼ばれるハッジ用の縫い目のない二切れの えー、白いいい布をままハージダンの男性もそれに習いますアブドゥーラーフは愛用のメスラクダカスワにまたがり、えー「あなたの前にいますアッラーよ」ととのえハージジンが復唱しました632年3月3日ムハンマドイブンアブドゥーラーフ率いるハージジンがメッカに到着しますアブドゥーラーフはカーバ神殿の前で「えー、アッラーよこの家に祝福と栄光を与えてください」と祈りました モスクで礼拝を行った後、丘へ上りアッラーのほかに神はなく彼に仲間もなく主権と栄光はアッラーだけのもの彼は生を与えまた死を与える彼は全能ですべてを超えて史上の存在であると唱えました632年3月6日ハッジダンが皆の谷へ下り一夜を明かしました632年3月7日ムハンマドイブン・アブドゥーラフがアラファト山を上り アラファト山を登りアラファトはハッジの不可欠の部分でありハッジはアブラハムからの崇高な遺産であると説きました632年5月闘病中のムハンマドイブン・アブドゥーラフが629年9月10日のムータの戦闘でアブドゥーラフの養子でありウサーマビン・ザイドの父ザイドイブン・ハリタが殺害された件の復讐のため司令官にザイドを任命し 東ローマ帝国のバルカ、現在のヨルダンの攻撃の遠征を命じます。632年6月6日、6月8日ムハンマドイブン・アブドゥーラフが以下の遺言を残し死去します。その後、直ちにサキファ、現在のサウジアラビアのマディナ州でムスリムの集会が開かれ、アブーバクルが初代政党会復に選出されます。バクルはすぐさまウサ,マウサーマ・ビンザイドに出撃命令を出しました。 その遺言ですが1アラビア半島から異教徒を追放する2自分の死後もクルアーンに従う以上です。